この金でどうだ! Tachibana. Nande koko ni? Keisatsu ga shirabe tsukushita genba desu. Mou shinhannin ni tsunagaru youna shouko wa nokotte imasen yo. Wakatte iru. Uchi no joufou mou o tsukatte kuze o araimashita. もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。ですが、クゼの周りにそういう動きはありませんでした。どういうことだ?つまり、あなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕は、おそらくクゼじゃありません。他にいます。何?今、私が掴んでいる情報は、ここまでです。 それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけにあんたはここに。ええ。ですがご心配なく。私は神室町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまで、もう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は淡くってだな。小田さんにもまだ伝えてないことですが。 実はこの殻の一つ子の所有者を見つけました。え？訳あってまだ接触はできていません。ですがその人物を内側を抑え殻の一つ棒を手に入れれば堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、 あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。無理な相談でしょうか。殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ。一日ください。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても。 あんたを今阿波野に売り渡せば、俺は堂島組に狙われずに済むんだがな。あなたがそういう人なら、私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。
何？いや、ええ。
ゲーム開始だ。資金投入だ。これでどうだ。しのぎ切ったな。ランクアップ。ちょっとそこのお前、目つきが気に入らねえんだよ。なんだ。
ですか？ 協力しますよ。Hey!
ませんでした。これでどうだ。資金投入だ。資金投入しのぎ切ったな。ガンガン稼ぐぜ。いい店になったな。てめえの全てがムカつくぜ。なんだ、うわっ、うっ、こりゃあ、やめてよ。うわっ、うわっ、すいませんでした。ええ。
おい、